帰ろう。水分取ってるとこ。厄年今日こんな感じらしいです。で61年がないから大丈夫。はい、ありがとう。これすごいね。これ超効いてる。だってさ、もうこの暑さでこのもう30分超えたらもうぬるいじゃん。うん。全然冷たくない。そう、冷たい。ってこと、裏を返せば凍らせたペットボトルの水とかさ、持ってってこれ入れたらさ、いいものができるわけ。換金換金で。量少なかったね、だから。え？量少なかったね。何が？売り切れてて、それ。これ？うん。黒が人気なんだ。ああ。なんか人気だったから黒にした。何色でも買ったんだけど、なんかメタリックもちょっとそそられたけど。これこっち側もある。あっちだけか。うん、じゃあここを取って帰りましょう。あ、これまあ水ないけどね。これね、移して、なんかお金をここで洗うということが起きるという。今水とか何も出てないですけどね。じゃあ行きましょう。あ、風が急に。涼しいってことはワンチャンいきなり雨が降ってくる可能性。それはちょっと勘弁してほしいな。この時期は夜ないよ。ね。すげえこれは取れてるけど。いい音。このライト明るい。ありがたいね。このヒノキの匂いが超いいね。熱い熱い。うん。そりゃ今日全然体動かしてない。うん。びっくりした。あれ何、ピーマン、うん、動物かと思ってやっちゃった。誰かの落とした、マスだった。ああ超絶ビビるわ。さっきの謎のぐるぐるしてる謎の動物の声とね、あの少年いたよね、あれさ。私に似てる子じゃねえ。そうだよね。なんか頂上でなんか木思いっきりガサガサやって、ね、うん、めちゃくちゃ白い目で見られた子だよね、うん。ちょっと変態な感じがするよね。はこれ裏返って、クワガタ、うん、これメスのクワガタ。何これ、メスクワじゃないのこれ。何この子、どういうこと。メスクワちゃん、赤いやつじゃないの。なんか赤いのが危ないのいるじゃん。いや違うでしょ、赤いのあれだって明らか違うじゃん。ちょっと待って。